語彙力。どうもじゃあ篠原です。今回はですね、英単語の語彙力が、まあ、急についた方法を紹介したいと思います。まあ、英単語の語彙力が急についた方法ですね。で、この方法は俺がやったことはたった一つだけです。何をやったかっていうと、毎日コツコツやる小テストをやめたことです。何をやったか、1日100個覚えた。もう忘れるの上等で1日100個やりました。で、これやると英単語力が急につきました。まあ俺の高校ではターゲット1900を使ってたんだけれども、まあ、何でもいいです。このデータベースでも何でもいいし、スタンでも何でもいいんだけど、学校でなんか単語帳ってもらってると思うんですよ。で、その単語帳で、例えば小テストをやりますよと、じゃあ今日は、この10個、今日はこの10個みたいな感じで、まあ毎日10個とかをね、こう指定されてやらされてると思うんですね。で、なんですけど、それやっても忘れてるんですよね。つまり、例えばじゃあそれをやりました、小テストやりました、で、その後定期テストでまたその小テスト、その1ヶ月2ヶ月分の小テストだったところが出ますってなって見てみたらもう覚えてないんですよ。で、まあ英語どんどん嫌いになりますよね。小テスト対策でやったのに覚えてない、やったのに覚えてない、やったのに覚えてない、で、英語どんどん嫌いになるっていうような、まあ悪循環があったわけなんだけれども、これやめたんですよ、俺。やめて何をやったかっていうと、もう忘れんの上等、もう忘れんの前提で、1日100個やったんです。そしたら、覚えてたんですよ。とりあえずその日は。で、1日100個やるとどうなるかっていうと、例えばターゲット1900だったら、まあ、覚えないといけない範囲、まあ、覚えようと思うところって、まあ、例えば1章だとしたら800個なんですよね。800個だったら、その1回見た単語って次また大体1週間後ぐらいに見れるんですよ。まあせいぜい2週間以内にはもう1回見ることになるんですよね。だから1回見たら覚えられなかったら当然です。でも2回目3回目4回目ってやっていくんで、いつの間にか頭に入ってるんですよ。で、この勉強法のいいところは何かっていうと、忘れても全くへこまないです。まあそりゃそうだろうなと、1日100個なんて覚えれるわけねえよって思いながらやるんで、忘れても全くへこまないです。で、その代わり回転数は早いんで、また見ます、また見ます、また見ます、気づいたら覚えています。これが、俺がやった英単語の勉強法でめちゃめちゃ刺さった。で、それ以来俺は英単語をコツコツ1日1個2個とか1日まあ10個とかやるのやめました。代わりに何をやったかっていうと、膨大な単語を何回も何回も忘れるの上等で反復することにしました。で、その方法でまあ英検の一次試験通ったりだとか、まあ TOEIC でも800点取ることができたわけなんですね。で、この方法がね、俺は多分最強だと思うんですね。だからもう忘れるの上等で何回も反復して回転数をとにかく上げるっていう発想でやると英単語力は急につきます。これなんで急につくかっていうと、まあこれ1日100個やるわけでしょ。で、大体英単語っていうのは、1000個覚えたら変わります。つまりこれまでの語彙力数が3000ぐらいの人と4000ぐらいの人、4000ぐらいの人と5000ぐらいの人で明らかに変わります。だから3000の人が3300になったからって言ってそんな変わらないんですけど、3000の人が4000になるとだいぶ変わりますね。まあみたいな感じで、こう1000個覚えると大体変わるんですよ。で、1日100個やるとこれかける10でしょ。では、例えば1日かけ、10個かける5日、平日の5日間かける、2週間で、ちょうど、まあ、この1000個になるんですよ。2週間で、まあ、自分の学力が確実についたなと思う語彙力になると。で、しかもこれのいいところは何かっていうと、じゃあこれ2週間で、じゃあ例えば7日前にやったやつを完全に忘れてるかっていうと、そんなことないんです。覚えてるんです。やったなこれみたいな、なんか見たぞお前みたいな、これなんかお会いしたことありますよねみたいな単語になってるんですよ。で、これ1日10個ずつやってると、もう覚えてないです、そんな前のことは。いや見たこともないと思うみたいな、そういう単語になってるんだけれども、で、なんか調べてみて、うわ乗っ取るやないけみたいな感じになるんですけど、2週間でさすがに回すと、先週見たやつですから、なんかやったような気するよなってなるんですよ。で、これで俺は英単語力が急につきました。まあ
俺はね、もう今は書いては覚えてません、読んで覚える見て覚えるタイプの勉強法をしてましたが、当時は書いて覚えてました。読んでみてもらっても見て覚えてもらってもいいと思う、書いて覚えてもいいと思いますが、書いて覚えると1日100個やろうとすると大体まあ1時間ぐらいですかね、単語の勉強のみに費やすことになります。で、高校生の1時間って結構、いろんなことができますから、まあ1日100個はちょっとしんどいかなと、書いてやるんだったら。なので、見て覚えるっていうやり方に切り替えて、見て覚えると。で、これをもう5日間、2週間やって1000個頭に1を入れてみると。で、この1000個をまあプラス4っすね、まあ俺の脳みそだったらまあ5周はしないと覚えられないかな。最近ね、俺なんか IQ 高くなったと記憶力良くなって3回ぐらい見たんで覚えられるようになってきたんですけど、まあ何周もすると、まあここはかける N 周ですね。まあ何周しないといけないかっていうのは人によってまちまちだと思います。一発で覚えれるっていう、まあ IQ 高い人は一発で覚えたらいいし、まあまあそんぐらいじゃ無理だよっていう人は何回もやるという感じですね。はい、ということで、まあ英単語力これで俺は急につきましたね。でしかも見た覚えがある何かなんで忘れないですね。忘れないし、まあなんだろう、なんか見たな、うわーっていう悔しさが先に来るんですよ。うわーこれ見たのにな、覚えてねえわ、やったけどなみたいな悔しさが先に来るんで、まあなんかその、なんか取れない悔しさから、まあ、次また頑張ろうと思えると。1日10個やってて完全に忘却しちゃったらなえますよね、どちらかっていうと。なので、ぜひね、まあ、この勉強法ちょっと試してみてください。だから定期テスト範囲とかでもう300個とかって分かってるんだったら、これ300個を3日間で何週もやればいいんですよ。その方が多分覚えられるぞ、1日10個を1ヶ月毎日やるよりも、っていうところでした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。